ベクトルが違う考え方と表現の仕方があって、それがこう一緒くたになってるのが面白くて、みんなに影響されてこの作品なんかこう活気づいてるなっていうのがすごい感じます。なんか足してますね、みんな。してますよ、なんマジか足されてますね。で。僕、花房さんの作品やるとき、毎回ちょっと台本読みながら見るんですよ。面白いんですよ。足されてる。こんなこと言ってるみんなと思いながら見るんです。あ、それ楽面しいんで白すそう。よ、それが。いつも。全然ちげえって思いながら。違うよね、絶対やってる時も、あ、違う、そうそう。さっきと違うみたいな。で、つながりとか気にしなくていいからみたいな、カメラ3台で狙ってるんですけど、映画でカメラ3台あるんですよ。すごいですね。それをびっくりして、でなんか「つながりが」とか誰も言わなくて、つなぐようにつなぐんでみたいな、そうすですごいね、楽すしごかいっでたす。んですよ。皆さん全員それぞれ独特だとは思うんですけどね、すごくしかも素敵で。みんなこうベクトルが違う考え方と表現の仕方があって、それがこう一緒くたになってるのが面白くて、ウイさんはセリフを忠実に言うことは別に気にしてなくて、小木さんのリズムがあって、でも本当にそれはもう声量とかもすごいですよ。小木さんが会議室の中で本当周りを巻き込んでいくような迫力のあるやり方っていうか、でも上地さんは上地さんで、もう本当竜巻みたいに巻き込んでいくんだけど、迫力っていうよりかはユーモアとか、なんか普通のセリフで言葉変わってないんだけど、もう表現が上回ってきて面白くなっちゃう、ちょっと待ってくださいみたいなのもあって、本田さんは本田さんで熱量が、そのセリフ一つ一つのセリフに対する熱量がすごくて。そこでもう、あ、近田さんオタクだわみたいな表情はカメラ3台撮ってるので、今近田さんがわーって言ってるののわーってそのまま撮ってるので、結構こう私たちのリアリティがそうあるで顔をびっくりしてる顔しますじゃなくて、すね。普通にも本当に近田さんすごいみたいなのがを撮って切り取ってもらってるので、だからやっぱ本当みんなに影響されて、この作品なんかこう活気づいてるなっていうのをすごい感じます。